ごめんごめんごめん。いやいや、君の話が退屈なんちゃうよ、お前。あかん、お前。ええんちゃう、あんな。行き。いや。おい、ちょ、店長。今の子ナンバーワン？いやいや、お前、ショーンタン。話がおもんないねん、お前。で、女話したと思った話で話しないような話やねん、お前。ちょっと、もっとな、内容のある話をしてやよ、ちゃん、お前。かんまんだ、ばっさ。すいません。あ、はじめまして。ご指名ありがとうございます。いちかです。ご指名してへんよ。あ、なんか、お話して、みたいな感じでいただいた。あ、そういうことなんや。ありがとうございます。ああ、せやん。いただきます。あのな、もっと、あの、実りのある話したんや、こっちはな。なんかこう、そうですこう膝と膝を付き合わせてみたいなさ、そうね、したんや、ほんま。なんか、なんか人生二択選ぶのって難しい。おもろそうな話やないかい。ええな、面白そうやん、その話。なんか、ああ、ねえ。じゃあ、うん。過去と未来どっち選ぶってなった時。うん、どういうことじゃん。それな、あの、見に行くならみたいなことか？うーん。戻、な、どういうこと？これ退屈なんちゃうだよ。退屈なんちゃうだよ。うん。過去と未来、うん。どっち取る？どっち取るってどういうことじゃん、それ。で、今自分はこの真ん中にいるわけじゃないですか。過去と未来なんで。そんなやったらあんな、お前、女未来行ったって女年取るだけやん。若い、もう、もう過去戻りたいよ、それ言ったら。当たり前や。やっぱそうなんですかね。ん？なんか、やっぱそうなんですかね。なあ、どういうことなんやろ、そんな。泣きな、お前、そんな、お前。え、じゃあ。あんた、どうしたんやな、お前。二択で、なんか、じゃあ、私が、じゃあ、あなたが、いなきゃいけない人と、あなたが、いなくても、んだから、その人といれば幸せになれるけど、別に自分は求められてない場合だったら、どっちですか？え、どういうこっちゃ、それ。だから、自分がいなきゃいけない人と将来一緒にいるか、うん、自分いなくてもいいけど、その人といたら、大丈夫だろうな、ある程度の幸せを保てるだろうなって人、一緒にいるか。なるほどな。何なんかあったんか？なんか、もうそうだな。あら。二択ゲームしましょう。二択ゲームな。二択ゲームしましょう。最後の晩餐、お寿司と焼肉、どっちがいいですか？まあ、寿司やな。やっぱ寿司ですよね。なんかあったんか？寿司でなんかあったんか？なんか、うん、私の地元の幼馴染がお寿司屋になりたいって言って。ああ、まあそれええことや、夢っちゅうのは。一生懸命。もうごめんなさい、付き合ってて、付き合ってて。あ、今そのお寿司屋さんで、彼氏が今、あのお寿司屋さんになりたい言ってるんや。ね、もうずっとお寿司屋になりたいって言ってたけど、本当にだらしないやつで。で、なんか家でも働かないし、ダラ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 、お寿司の専門学校とかもあるんだから行きなって言ってて、うんうん、そんな自分で明日やりたいでお寿司屋なんてできるもんじゃないじゃないですか。だから私がちゃんとその専門学校の書類とか取って書かせてやって行かせたんですけど、たまに学校本当に休むんですよ。私が行かせたのに、で私が学費払ってあげて夢のためにと思ってたのに、あー、こんな人と私もう6年も一緒にいるんだと思ったら、なんか辛くなってきた時に焼肉焼けしてるオーナーさんが現れて、でなんか俺と付き合おうよみたいな感じになってて、もうどっち行くおもんなー、どっち行けばいいの、女の子の恋愛の話おもんなー、どっち、世界一暇の時だけや、この女のこのなんか半分泣きながらの恋愛相談はもう世界一暇の時だけや、もう聞くのはもうゲボ吐きそうやん、おもんなさすぎて。は、何型ですか？ああ、何、ああ、まあ大型や。大型なんだよな。大型なんだよなって何やねんこいつ。大型なんだよな。うわ、もうめっちゃ疲れんねん、もう女の子が泣きながら恋愛相談ってもう同じ空間いるだけで疲れんねん、もう。大型の人が大雑把っていうのはやっぱ本当ですか？
いや、知らんよ。そんなん、血液型って関係ないらしいよ。ほんま突き詰めた時には。大型の人が大雑把ってさ。いや、だから突き詰めた時に血液型ってほんまに関係ないやって。ね、男の人って。疲れるわ、もういるだけで一緒に。もうゲーム吐きそうや。もうやめろ、この。男の人が子供を好きじゃない人が好きになるのは無理、もう。いや、そんなことないんちゃう。いや実際子供苦手みたいな人が結婚して子供できたら、うわこんな可愛かったんやってなったりするらしいよ。全然言ってるだけ。あの犬とかあの猫とかもそうやん。そのほら飼ったことないとさ、どう接していいかわからへんやん。そのどう可愛がっていいかわからへんけど、実際じゃあ飼ってみたらもう世界一可愛いみたいになるらしいやん。そう、慣れの話だけで、で言ってるだけ思うよ。やだ、言ってるだけなんの。私めっちゃ子供欲しいんですよ。私めっちゃ子供欲しいんです。でも、そのぐらいは子供欲しくないみたいな。結婚する意味がわかんないみたいな感じ。じゃあ結婚するんだったらもう結婚、付き合うとじゃあ結婚の違いないみたいな感じ。いや、ちゃう。それは単純に君と結婚してないからよ。その少しでも結婚したい思いやったら言うに決まってるやん。その口実よ。言い訳に使ってるだけや。本音かどうかなんてわからへんよ。でも、焼肉屋さんは結婚したい、結婚を前提にって言ってくれてるんですよ。ああ、じゃあ C や、その焼肉屋。ねえ、もうやっぱ忘れられないというか、私、だってその人は私がいなきゃダメなんですよ。もういい、もうその酔ってるだけや。その女の子は世話好きで母性があるから、その世話をしていることで私がいなきゃと思ってるだけ。実際も1ヶ月離れてみ、一瞬で忘れられるから。もう女性の一番の長所はすぐに忘れられることやろ。離れました。ね、離れてそれでもって場合あるじゃないですか。離れてそれでもだったらもうそれでもじゃないですか。うん、じゃあそれでもでその人がええんちゃう？で、その人のあの、その嫌な部分っつうの目つぶれや。その好きなんだかしゃあないやん。好きじゃない人と一緒に、好きな人でも、ああ、この人かって永遠に思い続けるってやっぱ無理じゃないですか。うん、どういうことよ、それ。だから本当にだらしないんですよ、うん、家の片付けもできないし、うん、でもしゃあないよ。離れてもこの人が好きだと思うんやったらそれ目つぶれよ。好きだけでその人が仮に暴力振るってきてもさ、女癖悪くても目つぶれよ。それ好きってだけで、そんな風に思うんやったらな、好きってだけですよ。でも言ってしまえば、だからじゃあ好きってだけでそんな風に思えるんやったら離れてみろよ。だ、いや、好きってだけですよっていうぐらい、その好きのパーセンテージが弱いんやったら離れろよ。私はどこが好きなんですか？は？私はその人どこが好きなんですか？知らへんよ、女も。探してみんや。もうあげてみんや、じゃあ。好きなとこ。だから、それが過去と未来の話になる。ずっとその人といた過去があるからかもしれないですね。いや、過去があるだけぐらいやったらすぐに忘れられるって。なんだって今離れたんや。どんぐらい離れたん？さっき離れた言ってたけど。一回離れたよみたいに言ってたよ。4日。舐めとんのかお前ほんま。で、あれやで、その4日離れて、その他の忙しかったり、その暇やったらその人の言葉考えてもらうからな。ちゃんと1ヶ月離れて他にやることもあって忙しくしてみたら案外パッと忘れられるから。このまま延長しますね。するかお前。なんでやねん。なんでこんな恋愛相談でもう延長せなあかんねん。いや、気ぃついたら俺もスイッチ入ってるけど。男の人のそのだらしないって自分でも自覚はしてますよね。してるに決まってるやん。でな、これもう男っつうのはめっちゃ不思議なもんで、だらしない言うやん。一回離れてみ？マジで一週間一ヶ月。もうやってんねん。男って離れたらもう勝手に一人でできるんねん。でもあの、頼る人いたら頼ってまうねん。うん。な、そういうことやと思うよ、別に。だらしなないよ、その子も。突き詰めてだらしない男なんておらへんよ、あのゴミ屋敷の人ぐらいで。振るつもりいいですか？頼むかお前、なんで振るつもり頼むんよ。そんな意味わからんやん、そんな。ありがとうございます。いや、頼まんよ、女。もう簡単に言うと、焼肉屋といた方が幸せになれます。うん、知らん、会ったこともないし。いや、幸せって何、そもそも幸せって何、幸せって何って話になるじゃないですか。幸せが何なんかおじいちゃんおばあちゃんになってもわからへんよ。いや、日常やろ、ずっと一緒に。一緒その人のこと私思いながらさ、今後の人生焼肉屋と過ごしていくのかって思うじゃないですか。うん、そんなことにならへんの。焼肉屋さんとずっと一緒にいたら焼肉屋さんのいろんな素敵な部分がたくさん見えてきて、その人のことちゃんと好きになるのよ。で、忘れられるのが人間なのか安心せえよ、そんな。無理ですよ。レバ刺し頼んでいいですか？レバ刺し出しとんのかい、このキャバクラ。もう禁止されてるやろ、法律で、アホ、ボケ。あれ、いつまでも帰ることができへん俺がいる。なんや、この店。あれ地獄やないか。